レナウン株式会社レナウン、レナウンインコーポレーテッドは東京都江東区に本社を置くアパレル企業である中国の繊維会社大手島ニ魚イグループ三島省の連結子会社創業者の佐々木88が1902年明治35年に大阪で医療品の販売を手掛ける佐々木商会を設立 その後メディアスを中心とした繊維商品の製造も手がけるようになり、1923年、大正12年から、その前の年にイギリスの皇太子エドワードが訪日した、イのお召し館、レナウンにあやかり、レナウンを商標に登録し持ち始める。また、グループ内のダーバンも、副部部館としてレナウンに同行していたイギリス巡洋艦からの命名である。 1960年代より若い女性向け衣料品メーカーとして人気を博した。ネットテレビ、現、テレビ朝日の日曜洋画劇場で CM を放送し、特に小林屋制作局による CM ソングレナウン娘と家で知られる。広田美恵子歌唱によるワンサカ娘のプロモーションはポップなファッショナブルさと女性を全面的に押し出した内容で日本で初めて 日本国外の CM 作品賞を受賞し、日本の M 制作レベルを国際級に押し上げたと評されている。ジュリエコ歌唱によるイエイエはレコード化され、1968年8月までに1万5000枚を売り上げた。なお、これ以前にもザ・ピーナッツ歌唱のレナウの歌という CM ソングがあったが、ワンサカ娘発表と同時に、同曲は使用されなくなった。 1969年、昭和44年により、アーノルド・パーマーブランドを日本に投入し、当初は、ヤング・レディース、続いて、ファミリー向けに、商品展開を行い、1980年代まで、基幹ブランドとなり、同社の営業を支えた。ダーバンブランドは1970年代に、フランスの俳優アランドロンをテレビ CM に起用し、人気を博した。 なお、ドローンの声によるサウンドロゴは D. アーバン CS と L。エレガンスで L. ホーママダーン。ダーバン。現代を支える男のエレガンス。1980年代には CM のサウンドロゴに電子音を用いるという現在でも画期的な試みをしたこともある。1990年1月にロゴマークを一新していた。 バブル崩壊後の1990年代までには、アパレルメーカーとしては、世界最大の売上高を誇ったが、バブル期の物流施設に対する大規模投資負担に、加え、SPA の台頭や、百貨店自体の低迷から、百貨店の平場売りを主体としていた、販売手法は、相対的にブランド力の低下を招き、またアーノルド・パーマーに続くブランド、 特に若い女性向けのブランドが育たなかったことにより、業績を大きさ逆境に陥った。1990年、平成2年に買収した、英国の名門ブランド、アクアスキュータムもその効果はなかなか上がらなかった。このため、バブル後の一時の業績部長から回復したダーバンとの連携など、グループ内の再編、ブランドの見直しやてこ入れ、 生産の国外移転や流通マネジメントの改善、テレビ CM の打ち切り、ダーバンは後に復活。レディースも、エンスウィートが2011年3月に再開などを迫られた。2004年、平成16年3月に株式会社ダーバンと、共に、持ち株会社株式会社ナウンダーバンホールディングスを設立し、2006年、平成18年3月1日には、 レナウンダーバンホールディングスを、存続会社とし、元、上場会社で非常常会社のレナウン、キュートダーバンを急合併。社名を株式会社レナウン、新とした。なお、レナウンは2008年、平成20年10月15日に、アクアスキュータムを展開する子会社の売却、国内販売は、継続、16の不採算ブランドの廃止、そして、本社ビルの売却を含んだ、 リストラ策を発表している。2010年、平成22年5月24日、中華人民共和国産党賞、最シンに本拠を置く、繊維会社である、三党においかぎ集団有限講師との間で、資本業務提携契約を締結。同年7月29日開催の、臨時株主総会での承認後、7月30日に、三党においかぎ集団に対して、 約40億円の第三者割当増資を実施し、同社が投資ファンドのネオラインホールディングスを抜いて、筆頭株主41.18%出資となった。現在、取締役のうち3名は、三刀におい鍵集団が指名するものである。レナンは2013年、平成25年4月、三島におの親会社である、再銘におい投資を引き受け先に、 第三者割当増資を実施し、129億円の出資を受けることを発表した。これは発表の翌月に実施され、これに伴ってレナウンは、三島ニおイグループの連結主会社となる。2017年3月、平成29年に、親会社の三島ニおイグループが、香港のユーム貿易、ユームトレーディングから、アクアスキュータムを買収し、 アクアスキュータムの国内商標権もレナウンが取得し、アクアスキュータムを除いてメンズのみ、2008年平成20年10月15日全62ブランド中16ブランドを廃止することを公表した。1980年代後半から1990年代前半にかけてマツダのスポンサーとしてルマン24時間レースにレナウンのスポーツウェアブランドの一つである、 チャージを社名につけレナウンチャージマツとして参戦していた。非常に印象的なオレンジと緑のアーガイルチェック柄の塗装はサーキットでマツダの戦いぶりを観戦した当時のレナウン社長のこれでは勝てる見込みがない。ならばとにかく目立て、との指示から生まれたものである。1991年にマツダ787バイトで日本車初の総合優勝を果たした後は、 オリジナルのチャージカラーは封印され、ルマン勝利以降のチャージマツダのカラーリングは、オリジナルのカラーリングからオレンジと緑の配置を逆に、下塗装パターンに変えられた。現在、レナウンはマツダをスポンサードしていないが、チャージカラーは現在でも、イメージカラーとして割れている。なお、現在チャージブランドはレディースのみの展開。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。